はいどうも、百鬼にです。今回はダイソーの方へ行ってきました。今日気になった商品がこちらになります。アウトドア用ミニまな板。ダイソーさん、まあミニまな板ね、木のものとか結構売ってたんですけど、今回はこれはダイソーのものではなく、八千代工業株式会社さん。はい、というところが出してるもので、ダイソーの方で販売されてたので気になって買ってきました。まあ今まで出てたねミニまな板、このあたりとも比べてみきながらちょっとじっくり見ていこうと思います。百鬼に、これ中開けるとですね、まあ、こういうちょっとね一見パッと見スマホケースみたいな形の、材質がポリプロピレンでできてる、まあ、抗菌まな板っていうやつなんですけど、まあ小さいんですけど、まあここでね、こういう網がついてるんで、まあ湯切りもできる、押さえてね。で、しっかりね、まな板として、まあ小さいですけど、使う、ちょっとしたものを切るには使えるという点ですね。この黒いデザインっていうことで、前回紹介した、こちら。はい。クロメスティン。まあこれをにね、スタッキングしてしまおうかなと。実際入れてしまうと、ジャストフィットっていうわけではないんですが、十分大きさ的には入ります。で、まあ同じ黒色ということで、まあ、この組み合わせはなんか良さそうですよね。黒と黒で。で、これが、まあ従来、ダイソーさんの方で売ってる、まあ100円というか、ミニメスティン用のね、このまな板、木のまな板。まあそれと比べると、まあ大きさは若干、小さい感じですかね。まあ、ただ、こっちはね、もうほんと木なんで、まあ、正直、そんないい木でもないですから、こちらね。まあ、そう考えたら、この薄いプラスチックというか、ね、薄いまな板。この方が、他のスタッキングすること考えると、ミニメスティンにね、入るもの、風防板だったり、ポケットストーブだったり、ね、このあたりのグッズ結構ありますから、まあ、傘のね、部分、これが、少し減ると思えば、このミニメスティンに入れて、はい。で、まあ、このまな板入れても十分収まりますからね。はい。これ結構ね、入れ方間違えると、こっちのまな板だと、もう浮いちゃうんですよね、結構。ね。閉まらないことはないけど、ちょっと窮屈な感じになっちゃうんで、まあそういう意味では、はい、すっきり収まります。小さいんでね、使いにくさはありますけど、この湯切りもね、できるので、何かしら、こう、何かね、茹でた時に、こうね、押さえてしまえば、このままこうね、湯切りができますからね、こうやって。そう考えるとやっぱりこっちの方が便利な気がします。ね、珍しくね、ダイソーさん、自分のところのオリジナルじゃない、まあ、キャンプグッズ、最近ね、結構増えてきて、まあ、ただ今までね、セリアさんだったり、キャンドゥさんで売ってるものが、まあ、ダイソーの店舗でも並んでるなぁとは思ってたんですけど、今回これは他でまだ見たことないんで、まあ、もしかしたらセリアさんとかで並んでるのかな。最近ちょっとセリアさんの方、足運べてないので、はい、今度ちょっとじっくり、また他のね、ダイソー以外探しに行ってみたいなとは思ってます。まあ、こちらダイソーさんで見つけた、八千代工業株式会社さんの、ミニまな板。ジャンコードこちらですね。ということで、こちらは、ね、このクロメスティンの方にスタッキングして、まあ、こっちは通常のね、ミニメスティンにスタッキングしていこうかなと、はい、思ってます。黒は黒でね、統一しておいた方が、なんかかっこいいですしね。はい。まあ、今回。まあね、そろそろこれ紹介ばっかりしてるんでね、ちょっと自分で実際ね、まだ使えてないもの結構あるんですよね。いろんなものをちょっと試して、実際使ってみたいなと思ってます。じゃあ、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。